こんにちは、転売王堀秀夫ですタイで、ね、バンコクでウーバー使ったらすごい便利だったんでね、えー、それから、えー、ロンドンパリ、えー、ポルトガルと使ったんですけど、えー、ギリシャのクレッタ島はなかったとウーバーなし、ね、で今度、えー、ここはスペイン、ね、でマドリードは、ま、タクシー使わなかったんですけど バルセロナに来てタクシー使いました。ウーバーはないんでね、このマイタクシーというアプリを使ってみましたが、結論としてマイタクシー全然ダメと、ね、まあ、基本的にめんどくさいことないようにというので、このアプリを使うわけなんですけど、余計めんどくさかったというよ、ね、お話です。まあ、こういうタクシーなんですけどね、 アプリで呼ぶタクシー以外でも、普通のタクシーでこのマイタクシーがスペイン走ってます。で、まあスペイン語はわかりませんしね、えー、目的地を説明するのもまあ面倒なんで、まあじゃあ、このアプリ使ってみようと思って使いました。そしたらね、まずマイタクシーはもうすごい行列で並んでるんですけど、呼ぶとまあ5分ぐらい待たなきゃいけなかったと。まあそれはね、えー、まあ支払いがさっと クレジットカードでできて、しかも場所もね、えー、よくわかるんでいいと、ね、言うので、読んで走ってみたんですけど、まあ全然ダメでした。まあまずね、えー、乗った瞬間に、えー、場所どこだと、地図出てんだろうって感じなんですけど、な、ま、ぜ、あ、か日本語でね、えー、検索した画面がそのまま運転手にも見えてて、こういう中国語かなんかわかんないけど読めないというのを言われました。 まあ中国じゃなくてね、日本語なんですけど、まあそもそもそれ場所出てんじゃんって感じでね、えー、わざわざまた英語の地図を探してこの通りだよという通りを説明して、まあ目的地がまずわかりにくい。ね、車で時間かかるし、目的地がまた説明しなきゃいけないと。で、プラスですね、えー、最悪だったのは、降りる時にね、カードで払うはずなのに、えー、そのアプリね、なんか使えてないみたいから現金で払えというふうに言われて、 ま本当かよと、二重払いにならないだろうねってことで、まあ、念のため領収書をもらったんですけど、やっぱり二重払いになってると、しっかりね、アプリで普通に請求されてるのに、運転手にさらに現金で払ったと。で、運転手に現金で払ったけど、なんでクレジットカードで、えー、支払いされてるのというふうに言ったらですね、えー、その請求が来てない、ねあのー、返事来ません。えー、1日以上経ってますけど、返事ないと。まあ、これね、えーまあ、すぐに 呼べて、で、プラス支払いがカードでね、アプリでできてさっと降りられると。で、面、え、倒、ー、くさいことないというのがね、えー、このアプリの、まあ、利点だと思うんですけど、もう全く、えー、正反対。呼ぶのも面倒くさいし、えー、場所は結局同じように説明しなきゃいけない。さらにね、えー、カードで払えるどころか二重払いになってるんで、それを取り戻すという連絡をしなきゃいけないというね、もうどうにもこうにも最低のアプリだなというふうに思いました。まあ、マイタクシーは 買わない方がいい方がです、まあ、普通にねタクシーいますしウ、えーバーと違ってね、えー、その時に出たちな、まあ、みに5ユーロって出たんですけどメーター読みで6.7ユーロと、まあ、取られると、まあ、それはいいとしてね二重に払ったらとんでもないことなんでまあ面倒くさいこと嫌なんでね、えー、やったのに余計面倒くさいというようなね、えー、仕組みだったんでもう散々なアプリ全くおすすめできないというのがね、えー、マイタクシーのアプリでした。 まあ似たようなサプリあのアプリのね、えー、気がするんですけど、まあ、うん、全然似て非なるものを、ね、えー、快適にするんじゃなくて、余計ややこしくするというね、えー、アプリでした。そんなわけで、えー、その二重払いのお金の方をね、えー、どういうふうにやってまた戻ったか、えー、続報が分かりましたら、えー、記事にしたいと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。